こんにちは、司会のマリサだぜ。アシスタントの霊夢です。このチャンネルにお越しいただきありがとうございます。今回紹介する武将は、虎退治でおなじみのこのお方、熊本藩初代藩主、加藤清正だぜ。さて霊夢は加藤清正について、どんな印象を持っているかね。やっぱ虎退治、あとは賤ヶ岳七本槍の一人ってことかしら。なるほどな。他は名城熊本城の施工主ってのも有名よね。熊本では聖職さんの愛称でとても親しまれているな。どうして大河ドラマの主人公にならないんだ。お怒りの熊本県民も多数いるそうだぜ。熊本県ではとても愛されているのね。では早速解説を始めていくぜ。加藤清正は1559年に尾張国愛知郡中村にて刀鍛冶の加藤清忠の子として生まれたと伝わっているぜ。清正が3歳の時に父親が死去し、母親と共に対馬に移ったそうだぜ。そして母親が橋場秀吉の母親と親戚関係であった縁で秀吉の元に仕えることになるぜ。この頃の秀吉は主君の信長に認められ始めた期待の若手って感じだったが、弱点も抱えていたぜ。弱点って何よ。元々がどこの馬の骨ともわからない羊だったのもあって、肉親が極端に少なく、出世のスピードに家臣団の編成が追いつかなくなっていたそうだぜ。これはなかなか深刻な弱点ね。清正はこうした秀吉の事情の中で、少年期から青年期を過ごすことになるぜ。秀吉にとっては桃園と繁栄親戚と言える清正の存在は貴重だったのかもね。ちなみにこの頃、後に秀吉軍の中核を共に担う福島正則とも出会ったと言われているぜ。清正、正則コンビの誕生ね。コンビと言っていいかはわからないが、仲は良かったようだな。15歳になった清正は秀吉を烏帽子親として元服、170石を与えられるぜ。順調に出世する秀吉の子外の武将として、清正も順調に禄を増やしていくぜ。秀吉はこの頃には中国方面軍の長として、毛利攻めを任されるまでに出世していたぜ。もちろん清正も一緒に毛利攻めに従軍してたのよね。その通りだぜ。そんな時例の大事件が起こるぜ。本能寺の変ね。秀吉は後に中国大返しと呼ばれる強行軍を敢行、十分な迎撃の準備が整っていなかった明智軍を山崎の戦いにて撃破するぜ。清正はこの時、敵将の近藤半助という武将を討ち取ったと言われているぜ。清正強いわね。秀吉はこの後清司会議にて旧織田家臣団筆頭、柴田勝家と対立し両者は緊張状態に陥るぜ。さてここで若き清正の最初の見せ場、賤ヶ岳の戦いが始まるぜ。清正が大暴れの大活躍する戦いね。いや実はそうでもなかったらしいぜ。それはどういうことよ。確かに清正はこの時山路忠国という敵将を討ち取る武功を挙げたのだがな。活躍してるじゃないの。確かに清正をはじめとする賤ヶ岳七本槍と言われる若武者たちは活躍したんだが、彼らが活躍したのは、もう勝負のついた後だったのだぜ。何ですと。これはさっき言った秀吉の家臣団の編成にも関係してくることなのだが、秀吉が自分の将来を見据えて、どう？うちの若い衆、やばいっしょ。みんなめちゃ強なんすよ。って感じで自身の家臣団を宣伝してやろうと画策したことらしいぜ。特に清正は身長 180cm と当時としては立派な体格をしてたそうだしな。自分の有望な若手武将として売り出すには十分な資質を持っていたのだぜ。なるほどね。秀吉って宣伝上手だったのね。そうみたいだな。とある歴史家さんが広告代理店秀吉と評していたくらいだからな。実際は七本槍どころかもっといたって話もあるしな。とはいえ敵将を討ち取る武功を挙げた清正は秀吉から3000石を与えられるぜ。大幅稼働ね。が清正はこの報奨を蹴ってしまうぜ。なぜに。どうも七本槍の中で福島正則だけ5000石をもらったのが気に食わなかったようなのだぜ。プライド高いわね。正則の方が清正より秀吉に血縁が近い分多く報奨を与えられたって事情があったようだが、この辺の政治的配慮はまだ若い清正には理解できなかったようだな。結局秀吉が折れて清正は5000石を配慮するぜ。結果良かったけど、秀吉がぶち切れたらどうするつもりだったのかしら。この賤ヶ岳の戦い以降、戦場での清正の活躍がしばらく聞こえなくなってくるぜ。あれ、ここからも戦場で大活躍するんじゃないの。いや、清正の才能はむしろ戦場ではない場所で発揮されていくぜ。清正は戦場では秀吉の本隊付き部隊長的な仕事を務める傍ら、九州征伐後の戦後処理の交渉役や播磨の国や泉の国といった豊臣氏の直轄地の代官を務めるなど、行政官としても活躍するぜ。武芸の人ってイメージがあったけど、行政官としての才能もあったのね。そして九州征伐後は秀吉から肥後北藩国を与えられ、大名へと出世を果たすぜ。とうとう城持ちの大名になったのね。が、これは手放しで大喜びできる状況でもなかったのだぜ。どういうことよ。実は当時の肥後の国は岩付きの土地でな。土豪や小豪族が乱立する統治する側にとってはなかなか厄介な土地だったのだぜ。清正の前に肥後の国の統治を任されたさっさなりまさは、黒人たちに反乱を起こされてしまっているぜ。なんとか鎮圧には成功したものの、さっさなりまさは一揆を誘発した責任を問われて切腹に追い込まれているぜ。秀吉厳しいわね。ってことはいくら古代の清正でも、もし同じように統治にしくじったら。そうだな。ただでは済まない可能性があるぜ。そんな事故物件みたいなとこ任されて、清正は大丈夫なのかしら。しかし清正はこれまで培った行政官としての経験と能力を遺憾なく発揮し、見事に統治を成し遂げてしまうぜ。しかも同じく肥後の南半分を与えられた小西行長が天草で一揆を起こされてしまうが、清正はそれにも介入し鎮圧してしまうぜ。自分の領土は愚か隣の領土まで。清正有能ね。さて順調に領国経営を行う清正に久々の大戦の機会が訪れるぜ。豊臣秀吉が朝鮮半島への出兵を決意。文禄の役の始まりだぜ。
清正は2番隊首相として参戦、日本軍は順調に朝鮮半島に侵攻していくぜ。清正軍も極地戦ではほとんど勝利し、朝鮮の王子を2人捕虜にするなどさすがの活躍を見せるぜ。さすが清正。しかしここで明からの援軍が朝鮮に到着、日本軍の進撃は止められてしまうぜ。清正率いる2番隊が取ったルートは明への進行路からは外れていたため、大した抵抗もなく進行可能であったが、戦略的なメリットはないと判断した清正は引き返して占領地の防衛に専念するぜ。その後清正は明軍が派遣された戦線に配置転換され、黒田長政の軍と共に新州城を攻略するぜ。この辺りで明、朝鮮と日本の間で講和交渉が始まると、清正は帰国を命じられてしまうぜ。あれ？どうして帰国させられたの？清正活躍してたじゃないの？この時秀吉が提示した条件は明朝鮮側にとってかなり無茶な条件でな。これ以上の戦争継続が困難と見ていた小西行長は、秀吉の出した条件を無視して講和しようとしたのだぜ。なるほど。それで清正と揉めたと。同じく戦争継続に難色を示していた石田三成も行長を支持し、清正のことを独断専行した等の罪で秀吉に訴えてしまうぜ。清正は帰国を命じられ、謹慎処分になってしまうぜ。この辺から三成とはギクシャクし出すわけね。まあこの謹慎処分については諸説あるので何とも言えないけどな。他に清正と三成がギクシャクし出した理由としては、他の隊が苦戦しているのに清正の隊だけが戦果を上げている状況を三成が不審に思ったからってのもあるらしいぜ。清正は三成に、こいつ戦果持ってんじゃねえか、って思われたのね。この時現地と日本の取り次ぎをしてたのが三成だからな。清正としてはめっちゃ気分悪かったろうな。さて話を戻すぜ。民、日本ともに講和の条件が全く折り合わず、ぶち切れた秀吉は使者を追い返して再度出兵を決意。慶長の役が始まるぜ。チョルラ道と中西道を制圧した日本軍は朝鮮半島の南に移動、その地域一帯に城を築き始めるぜ。清正はウルサン城の建設を任されるぜ。腰を据えて朝鮮半島を攻略していくつもりなのね。しかし明朝鮮連合軍も黙っていないぜ。完成間近のウルサン城に大軍を派遣してくるぜ。城も未完成、兵糧も不十分といった迎撃体制の整わない中での籠城戦を清正軍は強いられてしまうぜ。明朝鮮連合軍は何人いたのよ。明朝鮮連合軍約5万7000に対して日本軍は1万、清正にとって圧倒的不利な状況だぜ。清正大ピンチじゃないの。しかしこの状況で清正軍は驚異的な戦果を上げるぜ。押し寄せる大軍をことごとく撃退してしまうぜ。清正神ってるわね。援軍が到着するまでの10日間、清正軍は敵を撃退し続けるが兵糧不足で城内は地獄のような状況だったようだぜ。清正もギリギリの状況だったのね。なんとか10日間耐え抜いた清正軍の元に待望の援軍が到着し、明朝鮮連合軍に襲いかかるぜ。連合軍は約2万の損害を出し撤退を余儀なくされるぜ。その後軍を再編成した明朝鮮連合軍は再びウルサン城に攻め寄せるが、今度は万全の準備をしていた日本軍にあっさりと撃退されるぜ。ここから反転攻勢ね。しかしここで清正の元に重大な知らせが飛び込んでくるぜ。一体何事かしら。豊臣秀吉が亡くなってしまうぜ。なんと、秀吉の死によって慶長の役は終結に向かい、清正も朝鮮半島から帰国するぜ。帰国した清正はここから数年にわたって百姓の部役を停止したり農作物の交易を図ったりして、文禄慶長の役で荒れた領国の立て直しに取り掛かるぜ。さすがの行政能力ね。領国の立て直しに励む清正だが、秀吉の死によって豊臣政権は揺らぎ始めていたぜ。秀吉の死後は秀吉の独裁から後継者である豊臣秀頼を五大老と五奉行によって支えるという合議制に移行していくが、それぞれの思惑から徐々に政治闘争に発展していってしまうぜ。カリスマが突然いなくなるとこうなりがちよね。特に秀吉の遺言を無視して武と婚姻政策を進める徳川家康と、それを追求する前田利家との対立は深刻で、武力衝突する寸前まで行ってしまうぜ。あれまくってるわね。この時伏見にあった家康邸と大阪にあった前田利家邸にそれぞれ支持する武将が退去して押し寄せ、一触即発の状態だったそうだぜ。内乱の手前じゃないの。清正はこの時大阪の利家邸にいたらしいぜ。この時は清正は前田利家についてたのね。この一件はお互いに聖書を交換するなどして一応は決着するぜ。これで一安心ね。いや、何にも安心じゃないぜ。今度は清正がやらかすぜ。先ほどの騒動の翌年に前田利家が死去するぜ。清正や福島正則たちの抑え役でもあった利家の死をきっかけに、石田三成が清正正則をはじめとする7将に襲撃されるという事件が起こるぜ。ちょっと清正何やってんのよ。この襲撃事件の原因はいまいちはっきりしないが、先の文禄慶長の役で7将が不適切な行動をとったという旨の報告を三成が秀吉に行っていたことを恨みに思っての襲撃だったらしいぜ。そういえば清正も戦火の虚偽報告疑惑をかけられてたわよね。三成は伏見城内部にあった自分の屋敷に逃げ込み難を逃れるが、責任を追及され居城の沢山城に撤去させられるぜ。三成を失脚させた家康はさらに戦後を進めていくぜ。もともと家康の養生側室に迎えていた清正はこの事件以降さらに家康へ接近していくぜ。この頃上杉家からかの有名な直江城が家康に届き、家康は会津征伐を計画するぜ。この頃の情勢はとても不安定だったのね。こうした情勢もあり、清正は領国の立て直しより、熊本城の改築などの軍備増強に力を入れ始めるぜ。この頃から徐々に今の熊本城の姿に近づいていったのね。が、ここでちょっと失敗をしてしまうぜ。何しでかしたのよ。薩摩の島津家の重臣、伊集院氏が島津家に対して反乱を起こすぜ。清正はこっそり伊集院氏を支援していたんだぜ。それが五大老を代表して事態の収拾を図っていた家康にバレてしまうぜ。家康は激怒でしょうね。
敵をこの家康に釈明するため、大阪まで出向いて直接釈明するが家康には通用せず、国元に留まるように命じられるぜ。それで清正は会津征伐には参加せずに肥後にいたのね。こんな感じで清正が国元で待機している時、日本を揺るがすあの大戦が勃発するぜ。もうみんなご存知よね。そう、皆さんご存知の、関ヶ原の戦いだぜ。さっきの事情から察すると、清正が西軍についてしまう可能性もあったんじゃないの。そうだな。毛利輝元らが清正を西軍に引き込むべく説得工作を試みたが、清正は東軍に着くことを選択するぜ。石田三成の挙兵を知った家康は九州の抑えとして清正の東軍参加を認めるぜ。清正は九州で戦うことになるのね。清正は黒田助水と連携し西軍の小西行長の居城、宇都城を攻略するぜ。さらに東軍方は名将立花宗茂のこもる柳川城を包囲するぜ。あの立花宗茂が相手なのね。そうだぜ。戦国最強候補にもよく名前が上がる、戦場では生涯無敗を誇ったあの立花宗茂だぜ。これは下手に手を出すと、とんでもない目に遭わされるわね。この時は数の上では東軍方が圧倒していたが、何せあの宗茂が相手だからな。連携していた鍋島勢が攻撃を仕掛けようとしていたが、当主の鍋島直茂がうまく抑え込んで、清正と黒田助水は宗茂の説得に動くぜ。宗茂の反応はどうだったのかしら。この時宗茂にはすでに交戦の意思はなく、自分は切腹するから城兵たちの命は助けてほしいと清正たちに告げるぜ。これに対して清正は、家臣たちはうちで面倒見るから、切腹はやめとけ。考え直せ。って感じでさらに説得するぜ。清正神対応ね。宗茂もこれに応じ、切腹は取りやめておとなしく解除するぜ。これらの活躍などによって清正は戦後、処刑された小西行長の給料を加増され、52万石の大名になるぜ。ちょっと家康と揉めた時期もあったみたいだけど、結果的に良かったわね。関ヶ原の戦い後の清正は徳川家への手伝い不振に手を焼く傍ら、内政にも力を入れつつ家康と豊臣秀頼との間を取り持つべく奔走するぜ。清正お忙しね。しかし二条城における家康と秀頼の会見を取り持った後、帰国途中の船の中で発病してしまい、その後熊本で亡くなってしまうぜ。去年50歳だぜ。なんとあっけない最後なのかしら。仲介役の清正がもう少し長生きしていれば、豊臣秀頼の運命も少し変わっていたかもしれないな。そう思うと切ないわね。というわけでこれが加藤清正の生涯だぜ。ところで何か忘れていないかしら。もしかして虎退治の話か。そう、虎退治よ。全然出てこなかったじゃないの。だってあれは、創作だしな。あれ創作なの。もともとは黒田長政とその家臣のエピソードらしいぜ。なぜか後に清正のエピソードとしてすり替えられてしまったのだがな。清正の逸話って虎退治をはじめ、結構創作が多いらしいぜ。そうなのね。なんか残念ね。別に残念に思う必要はないぜ。虎退治は創作かもしれないが、清正が熊本に残した功績は計り知れないぜ。洪水に見舞われることも多かった熊本に流れる河川の大改修を行って、川の氾濫を抑えつつ大穀倉地帯を新たに生み出したりしているぜ。他にも馬爆すのいでという農業用水路を開発しているぜ。それはどういう後ろ物なの。熊本を流れる河川は火山灰土壌のため土砂の堆積がひどくて、水量の変動が大きかったのだぜ。水量がある程度一定しないとまともな工作は困難なのだぜ。私の頭では詳しい構造は理解できなかったので割愛させてもらうが、火山灰の堆積を防ぐ花栗と呼ばれる機構や、鉢と呼ばれる洪水だろうが渇水だろうが一定の水量を確保できる機構を備えるなど、とても約400年前に作られたと思えない代物らしいぜ。この馬爆すのいではなんと現在でも使用されている、とんでもない代物らしいぜ。現代でも通用する農業用水路を400年前に作ってしまうなんて、清正半端ないわね。他にもご存知熊本城をはじめ、江戸城、名古屋城など数々の名城の築城にも携わっているぜ。特に巨城の熊本城は朝鮮での経験も踏まえ、ユニークな作りの城になっているぜ。どの辺がユニークなのよ。なんと熊本城は、食べられるんだぜ。いや、ちょっと何言ってんのかわかんないんですけど。だから食べられるって言ってるだろ。ちゃんと説明してもらえるかしら。壁に環境が埋め込まれていたり、畳には水気が埋め込まれていたりするんだぜ。壁や畳を崩して取り出して、煮て戻すと食べられるんだぜ。いざという時の保存食だぜ。ウルサン城の戦いで空役わずの地獄の籠城戦を10日間にわたって戦い抜いた清正ならではの工夫だぜ。水の確保も入念に考えて設計されているぜ。城内にはなんと120ものでかい井戸が掘られているぜ。道路に関しては恐ろしい執念を感じるわね。明治初期に起こった西南戦争ではあの西郷隆盛ですら熊本城を攻略できなかったからな。鉄壁の防御機能に加えて兵糧の備蓄にも万全の工夫が凝らされている、攻める側にとっては恐ろしい城だぜ。そんな熊本城も2016年に起こった熊本地震で被災し、現在も修復作業中だぜ。清正のためにも、清正を慕う熊本県民の皆さんのためにも、修復作業が無事完了して、また元の熊本城の姿に戻ることを願っているぜ。本当にそう思うわ。そろそろまとめに入るぜ。確かに戦も強かったようだが、清正の進化はこのような築城建築技術や内政能力、九州征伐後の戦後処理、他にも立花宗茂を説得したり豊臣秀頼と徳川家康の仲介をしたりするなどの交渉能力にあると私は思うんだぜ。確かに武芸一辺倒の武将なら、秀吉も手元に置いたり大名に取り立てたりしなかったかもね。その通りだぜ。熊本だけじゃなくて、もっと全国的に評価されてもいい武将だと思うぜ。けど朝鮮出兵の時や関ヶ原の戦いの前の政情不安から軍備増強を優先したことで財政が圧迫されて、後に加藤家が改易される要因の一つになってしまったって負の側面もあるけどな。あら、加藤家って改易されちゃうのね。あ、残念ながらな。
けど後に熊本に移封してきた細川忠俊は清正の位牌を先頭に掲げて入国し、熊本城に入城する際は清正を祀る城地廟のある方角に向かって、あなたの城地をお預かりしますと言って入城したと言われているぜ。移封の後も細川忠俊は加藤家の統治を尊重し、加藤家の家臣を多く召し抱えたと伝わっているぜ。清正は下の世代の武将にもリスペクトされてたのね。もっと後の幕末期では新選組局長近藤勇が清正のファンで、清正を真似て拳を口の中に入れるってのをよくやってたらしいぜ。今でも十分に愛されていると思うが、この動画をきっかけにもっと清正に興味を持ってもらえると私も嬉しいぜ。それは私もそう思うわ。さて皆さん、今回の武将はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。次回は徳川の天敵のあの一族の武将の解説を予定しています。それでは皆さん、またね。